い、どうも、アルティメット工房のサミとしきちゃんだよ。前回は平野くんの眉毛をやったんですけど、はい、いかがでしたかね。ね、ね、個人的にやっといて、似てるかどうかっていうのは完全に人の個人の意見なので、自分の骨格に合って特徴を捉えた描き方をしてもらえれば多分似るんじゃないかなって思います。前回は平野くんのうちわでやったんですけど、今回のツアーは岩橋くんいなかったので、ここに眉毛の写真を出したいと思います。こちらですね。はい、今回はこの画像を参考にしてモノマネ眉毛をやってもらおうと思います。はい、というわけで、じゃあ今日は岩橋くんのね、眉毛をやっていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、ということで岩橋くんの眉毛やっていきたいと思うよ。岩橋くんの眉毛の特徴なんですけども、この間の平野くんの眉毛は平行眉毛にこうちょっと眉山が普通のとこ位置よりかは外れてるっていうとこだったんですけど、岩橋くんのですね、なかなか不思議な形の眉毛をしてて、こうウニャンってなってるんだよね。眉頭が下がってて、こまり眉っぽくなってるんだけど、眉尻が上がってでシュみたいな感じの、ちょっとジェットコースターみたいな感じの眉毛になっているので、ちょっとじゃあ描いていきましょう。ではですね、前回と同じくまた眉毛の頭から描いていくよ。今回はですね、かなり困り眉みたいにしたいので、ちょっと外れた位置から描きます。よ、眉尻なんだけど、あんまり下げすぎない感じで、上がったら、眉山が上がったらそのままシュッみたいな感じので、結構ね、眉尻はね短いです。で、上の部分描き終わったので、下の部分ですね、描きます。はい、形はこんな感じです。フグだけだとちょっと分かりづらいかなって感じだけど、ここにですね、色入れていきます。参考にしてる写真がこれなんだけど、岩橋くんはですね、かなり眉毛が細いの で、あと結構ね、モサモサ生えてるので、パウダーのこと真ん中の部分を使って穴を埋めていきたいと思います。で、たまにその単色だけだと 3D 感、立体感っていうのが出ないから、グラデーションみたいな感じにすると良さげです。で、眉頭に関してはもう前髪で見えなくなっちゃうので、ふんわりで大丈夫。色がちょっと明るいんだけど、ここにまたペンシルとかで上からなぞったりとか、前回も使ってたアイライナーでですね、眉毛のところに生やしていきたいと思います。で、眉毛の描く時のポイントなんだけど、眉毛って基本的にこうまっすぐ横に生えてるわけではなくて、こういう弧を描いた感じで描いてるんですね。なので描くときはこう描くんじゃなくて、こういう感じで描いていくと自然に生えてるみたいに見えますっていう感じです。はい、ということでですね、描き終わりました。で、あと微調整をですね、ちょっとさせてください。描き終わりましたので、早速前髪を下ろしましょうか。でですね、前髪を下ろすとこんな感じ、こんな感じですね。この特徴的な眉毛はね、かなり描きやすいからね、モノマネメイクとかやってる人とかは多分やりやすいかなっていう感じです。これぐらいの角度が多分一番似てるんじゃないかな。これぐらいの角度、よかったらみんなもやってみてください。どうも、アルティメット工房のしきちゃんでした。バイバーイ。